輩、なんか用でもあるん？先輩、ブローニャ隊長はメイ隊長と同じで大崩壊を終わらせた英雄やん。二人のスタイル全く違うと思わへん？メイ隊長は穏やかで堅実なタイプで、ブローニャ隊長は幾分かスマートや。でも二人ともすごく頼りになるんやで。メイ隊長はどうなんやろ。天命の医療技術を信じてへんわけやないけど、救援隊の人も大丈夫やって、しっかり静養すればいいって言うとった。それでも体調が心配なんや。あんな怪我をして絶対跡が残るやろ。隊長がうちらを置いてくわけないやろ。はあ、考えすぎはあかんわ。隊長がおらんからその分も持ってこ。あのモンスターたちに思い知らせてやるんや。特にあの金髪の男、うちのことを無視するなんて。次はうちの拳を覚えさせたる。チュン枕4号はもう、いや、武器がなくたってうちは役に立ってみせる。先輩は口上手やな。そういえば先輩、チュン枕4号の名誉ある犠牲は先輩の責任でもあるんやで。あいつら先輩に擬態して襲ってきたんや。じゃなきゃうちがあんな攻撃食らうわけないやん。おとなしく認めてや。純枕4号が壊れたんは先輩にも責任があるって。先輩ならもっと素敵なサプライズを用意してくれるんやないかって思っとったわ。こんなおもちゃを詫びにするなんてちょっと都合が良すぎると思わへん？中枕4号とは比べ物にならんよ。それにサンドバッグを殴ると筋肉がつくやん。でも先輩のお詫びの気持ちを考えて受け取っとくわ。次はこう簡単にはいかへんよ。